荻部知己です。今回はシステム正当化と総合的ステレオタイプ、この関係性についてお話したいと思います。復習しておきますと、システム正当化、人は今起きていることは大体正しい、今のシステムというのは正しいですよと信じがちであるというようなことを説明する言葉でした。そして総合的ステレオタイプというのは、誰々には A という側面と B という側面の両方があるというような格好でステレオタイプを抱くということ。例えば女性は、仕事には向いてないけれども家事には向いているというような仕方でステレオタイプを形成する。こうしたようなその言葉というものが総合的ステレオタイプということになるわけですね。で、実はこのシステム正当化と総合的ステレオタイプはものすごく密接な関係があるわけです。例えばシステム正当化、人は誰しも今のシステムは正しいと思いがちだということを言いました。でも今のシステムの中で不利な立場になる人って当然いるわけですよね。例えば現在の資本主義の社会の中では格差が存在していて、その格差の社会の中では自分は貧困の側に位置づけられがちだと。つまりこのシステムの中では自分は不遇の側に、恵まれない側に押し付けられてしまうんだという人もいるわけです。でもそうした貧困や格差の状況に置かれている人であったとしても、このシステム正当化というのは起こりうるんですね。なぜこのようなことが起こるのか、それを解き起こしてくれるのが総合的ステレオタイプなんです。例えば今の資本主義社会に対して貧困な状況にある人にとってもこのシステムはそれでも正しいというふうに信じる動機があります。なぜならばそのように信じることによってこの社会に適応する動機が与えられるからなんですね。でもその人は今のシステムの中では非常にネガティブなポジションに置かれてしまっていることがあるわけです。そうすると本人は今のシステムは正しいけど、でも自分が低い地位に置かれているのは不当だ、だけれどもこのシステムは正しいから自分は然るべき立場に置かれているんだというような格好で自分を否定的に評価せざるを得なくなるようになってしまうんですね。そこで総合的ステレオタイプの出番です。例えば総合的ステレオタイプの中には、お金持ちの人というのは豊かではあるけれども友達が少ないとか、豊かではあるけれども心が冷たいというような、そういったステレオタイプがあるわけですね。逆に言えばお金がない人は貧しいけれども心は豊かだというような総合的ステレオタイプというのが存在するわけです。そうするとこのシステム正当化というものがより行いやすくなるということなんですね。つまり例えば自分は貧困であると、だからこのシステムの中では不利な立場にいるかもしれない、でも貧困な人というのは一般に心は豊かだというふうにされていて、自分自身も心は豊かだと、その点で言うと今のシステムとは別のルールで自分は勝者である、自分は勝ってるんだということで慰めることができるわけです。そうするとこのような慰めを得ることによって今の格差とか貧困というのは仕方がないものだというふうに正当化しつつ、そのシステムでは自分は不利だけれども別の感情ゲームとか友情ゲームのフィールドでは自分は勝者の側なんだというふうに位置づけることができる。つまり仮初めの勝利を心の中で得ることができるのがこの総合的ステレオタイプなんですね。このような総合的ステレオタイプを得ることによって今のシステムというものを肯定する。そのことは当然ながらいろんなステレオタイプを温存することにもなるし、今のシステムの問題点を温存することにもなってしまう。でもそのようにして人はなんとか自分を正当化する、自分を安定した状況に置きたい、社会の問題点に目をつぶってでも自分の心の安定というものをやはり大事にしたいというふうに思うものなんです。となるとなかなか世の中の問題改善しないじゃないか、ある意味その弱者が弱者を叩くとか、自分たちの置かれている状況はしょうがないというふうに思っているような状況だと世の中の改善って進まないですよね。そういうようなその状況を改善するためにはいろんな手段が実際にあること、実際に世の中は動くんだ、変えられるんだというのは手応えを与えること、そうしたことが重要だというふうにも言われています。でもそういったような話を理解するためにも、やはりこのシステム正当化と総合的ステレオタイプが根深い関係にあるのだ、だから私たちが日常の中で繰り返すステレオタイプというものがいろんな世の中の理不尽を温存することにつながるんだということにもぜひ目を向けてほしいなと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録やご評価をいただけますと幸いです。またこのチャンネルは皆様のご寄付に支えられております。ご支援ご協力よろしくお願いいたします。